皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回は猫とまばたきについてご紹介します。猫とコミュニケーションを取ることはそれほど容易ではありません。猫はツンデレな気質を持つと言われるほど気まぐれの動物といえます。そんな猫と絆を深める方法が近年の研究で判明しました。猫がゆっくりまばたきをするときは安心や信頼を示すものだと言われてきましたが、人から猫に対してゆっくりまばたきをしても効果があることが分かったのです。この方法は飼い猫のみならず通りすがりの猫に対しても効果があるとされているので、猫と仲良くなりたい人はぜひ試してみてください。以上で猫とまばたきの紹介を終わります。ペットリフォームのご相談お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。